では再開していきます。伝説のスタッフィー3実況プレイです。前回は、ロブの洞窟のエビルクリスタをすべて回収したのと、乗り物系はすべてアップグレードした感じです。では今回、サンゴ海岸入っていきます。で、2の5からですね、ちなみに8出てる。あ、出てるね。オッケーオッケー。ひたすらベルに体当たり、片っ端からサンゴを壊して道を切り開こうやっていきます。おー、また、サンゴ系か。これなぁ、サンゴ系さ、結構真珠が隠されてることが多いので、それはね、嬉しいんですよ。てかね、気がついたらさ、5000とか溜まってるわ、真珠。電車買えるで。電車がね、確かね、5000ベルなんですよ。だから今作一番高い、買い物が、前回は勝負パンツでしたけど、勝負なんとかが、9999だったんですけど、確かね、一番高いの5000だった気がするんですよね。その代わりエンドロールとか1500とかのやつが多いんで、結果的に使う真珠のコストは高くなってるんですけどね。まあでも、それも、結構やってれば集まっちゃうんですよね。クリア報酬、てかステージクリアをすると、真珠50個最大もらえたり、ボス倒すと100個もらえるとかがあるんで、意識してなんか真珠集めた記憶ないんですよね、3は。そんなにね、意識して真珠集めた記憶がないんですよね。ま、でもどっかにね、赤い花はいた気がするんで、まあ、またお世話にはなると思います。赤い花には。まあ、あまりね、なんか全部、集めた覚えはないんで、なんか意識的に集めた覚えはないけど、全部買った覚えもないんですよね、正直。なので、今回は、せっかく実況してるんで、集めてきたと思います。まあ、全部見たいしね。よいしょ。で、狭い道は相変わらずだけど、でもなんか、今回は確かにサンゴの、この1マス通るの本当に難しい。え、終わりじゃん。はっ。早っ。終わった。開始2分で1個取ったよ。え、早っ。終わった。でも今回はちゃんとベル壊してたね。ちゃんとひたすらベルに当たってたね。で、2の6。海の中にはサンゴがいっぱい。サンゴの形をよーく見て、順番にベルを鳴らしていこう。順番にベルを鳴らす。え、あれかな？赤とかさ、黄色とかあったじゃん。あれかな？あれ系のやつかな？順番ってことは、そう一体。順番ってことはそういうことだよね。これか。で、これ鳴らして。あ、そういう順番？一本道ってやつでか？要は一本道ってことですよね。はいはいはい。はいはいはい。かくれんぼ？かくれんぼ的な感じかな？はいはいはい。おー、これ終わりじゃね？あ、終わりだわ。かくれんぼ。で、あれ、ここにないな。下にはないぞ。どれがどれを壊すのかがいまいちわかんないな、これ。ここじゃないな。うん、それ壊して、それ壊、ん？え？そっちも壊れるの？え、どこだ？鳴らしてないやつ。あ、この下いける？いや、これいけないな。どこだ？え？あ、ん？こっち？こっち戻る感じか。この方が迷路っぽいな。あ、ここか、ここか。で、壊して、ここ行って、あれ、こっち何もない。あ、これか、これか、これか。はいはいはい。順番ってそういうことね。最終的に全部壊れるのかな？あ、これ壊して、あ、ここも壊せるね。おー。で、おー、エビルクリスタあるじゃん。ほい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 。あ、これ終わりじゃん。え？え？え、この辺壊れないの？こ
この辺は、この辺壊せない系？壊せない系だわ、多分。壊せない系だ。あ、そういうこと。なんか、ちょっと気持ち悪いな。こういうの全部壊したくなりますよね。あー、いいのか。ゴールしちゃえばいいのか。あ、失敗した。よしよしよし。デビルクリスタ入手。どんどん行こう。スタフィーとスタピー、二人が力を合わせればどんなところにだって行けちゃうね。ということで、スタピーの力も借りるか。早速借りる場所出てきた。あの緑の苔むした岩はあれかな？リュースタテク海かな？苔むした岩って全然聞いたことねえな。なんで俺、苔むしたって初めて言ったな。あー、気持ちいい。でも真珠取り逃すのが嫌なんだよな、これ。こういう系。あ、潜水艦だ。来たぜ。これもね、B 連打でいい。これね、ひたすら連打でいい。このミサイルがね、壁貫通してくれるおかげで、連打してると敵が死んでいく。あー、暗いのは嫌。そうそう、勝手に当たるんだよ、これ。これ、敵がね、勝手に、落ちんでくれるから、連打で十分。あの、ヒラメみたいなやつ。あれもね、なんか薄っぺらくなってても、当たり判定が残れば大丈夫だ。当たり判定が多少はあるんで。ほらほらほら。暗いなぁ、ほんとに。ほんとに真っ暗でさ、全然、あれなんだ、うわぁ、ね、ほんとに真っ暗でね、透過してみるとかマジでできないんで、これ。本気で見えない、これは。前作の雷みたいにね、薄く見るとかがマジでできないんだよ、今回。下かな。これさ、横に対してはこうやって攻撃できるからいいんだけど、上に対してとか、上とか下にね、対して攻撃手段がないんで、そこがね、潜水艦のは弱点ではある。上と下に対して攻撃手段が何もないので、そこがね、ちょっと気をつけた方がいいところかな。よいしょ。いやいやいや、危ない。トゲ、トゲ、トゲはやだ。あー、おー、うん？あ、これ、落ちたら終わるやつじゃん。あー、ジャンプがー、なくなってたー。ジャンプがないよ、痛いよ。よいしょ。はい。これと、これさ、またジャンプなくなってた。チックショー。やばい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 。ちょっとゴリ押ししすぎた。こいつ地味に怖いんだよな。よしよしよし。ちょっとゴリ押ししすぎてやばい体力が。まあでもすぐ回復できるのがスタッフィーの優しさ。あれでも回復ないぞ。あの貝殻があるから大丈夫。はい、オッケー。毎回こうギリギリなんだよな。HP 管理がな、雑にやりすぎちゃってるからな。でもさ、やっぱりさ、体力5個あるからさ、ゴリ押ししたくなっちゃうんだよな。しかも真珠ですぐ回復できるからさ、なんかこう HP というか、あの体力が1個とか2個しかないんだったらさ、ちょっとね、なんだろう、抑えめにやろうかなとか、安全に行こうかなって思うんですけど、回復手段がこんなに豊富にあって5個もあるとゴリ押ししたくなっちゃうじゃないですか。あー、まただ、ちょっと遅い。で、クリアでーす。次、2の8。スピンアタック禁止？大事な足場を壊さないよう気をつけて進もう。へぇー。スピンアタック禁止なの？禁止。あー、これは禁止だわ。これは確かに禁止だわ。これ最悪積むぜ。これ最悪体力的な意味も含めて積んじゃうやつじゃん。なんだこれ。この配置の仕方。いやいやいや。
前作のあの消えないで足場だっけ、消えないで足場なんとかの足場っていうステージありましたよね。どっか、いや、どこだっけ、ヤッホー鉱山だっけ、あの辺にあったやつ、ヤッホー鉱山かカメカメ大地のどっちかにあったやつ、あれに近い。でまたパカラ来ると、パカラも買いになって、あぶねえあぶねえ、あ、これはありがたい。なんか乗り物の真珠が本当に多いわ今回。あ、終わったし、このステージだけでもパカラだけでね50から60くらい真珠ありましたからね。これだけで真珠60くらいあるっていうのは本当にでかい。痛い、あ、これ行っちゃうとあれだわ、これはスタピーじゃないとダメだ、これスタピーの方が良さそうですね。で、はいはいはい、はい、壁ジャンプ優秀だわ。1マス入れないんだけど、これ1マスに入れない、こうかな、よし入れた。ちょっとすげえ細かいことだけど、スタピーになっても体力ゲージの横にある顔はスタピーのままなんですよね。これスタピーに変えられたらね、変えたらもっと良かったっちゃ良かったんだけど、まあそこまでやるあれもないか。容量もこの時期のこの時代のアドバンスのゲームとかって結構容量カツカツだったって話ですしね。よいしょ、あれー、あーやい、これ、おお、一気に壊れるな、ここは、ここは一気に壊れるな、はい、でこっちか、あー、なんかこれ覚えてるぞ、なんかこれ覚えてるぞ。こんな感じの覚えてるぞ。おー、オッケー、あー、そう、こんな感じのあったわ、なんかこれはなんか覚えてるな、おー、危ない、今、あー、また遅かった。わし取れない、エビルクリスタを手に入れた、はい、2の8完了です。ってことで、三国海岸も終了ですね。次、霧の町入っていきます。ここも8まで出てるかな？あ、出てる出てる出てる、OK。全部難しさ4なんだけど。深い霧を振り払いながら、不気味な町を進もう。お化けなんか怖くないよね。お化けなんてないさ、お化けなんて怖くないさ。お化けなんてないさ。お化けしかいねえ。敵お化けしかいねえ。これは、あ、ちくしょう。流星アタック回が打ちたいがために進んだ結果がこれだよ。いやいやいや、この霧の町でもダブルジャンプ手に入ってからだったら多少なりとも楽なんじゃないかな。あれ、ここでもギミックめんどくさいようなやつが多かった気がするな。あれ、さっさと霧の町は抜けたいところ、なんもないよね。どんどん先進めばいいよね、これ。あれ？下か。この先？はい、やったー。おー。これまたナイフは投げてくるんだよ。投げられるよね、確か。危ねえ。お化けしかいないんだけど、これ。本当にお化けしかいないんだけど。お化けなんか怖くないっていうか、お化けしかいないの、ほんとに。邪魔邪魔邪魔。痛い痛い痛い。ほい。お化けばっか、ほんと。あ、でも真珠は美味しい。早っ。これ下行った方がいいのかな、上の方が楽そうだけど。まあ、上か。これは落ちちゃダメなやつかな、こっちかな。よいしょ。あいや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 。真ん中？真ん中でいいよね。よし、オッケー。はい、オッケー。
あー、まあ、ガチャ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 、危ね、危ね。で、また上だよね。ここはなんもないな。この先？あー、なるほど。これさ、おーい、またこれだよ。着地。この足場がいっぱいあった方がさ、なんかスピンアタック禁止って言われるのはわかる気がする。まあブロック壊れる方もまあわかるんだけど、あ、てか迷路ばっかり。ほんと迷路ばっかりよ、これ。霧で若干見づらいし。この街はあんまり好きじゃないな。こう、ん？あ、ない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 、多すぎ多すぎ多すぎ。敵多すぎよ。あの真珠20個取りたいなぁ。ほんとさ、待って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 、もうお化けばっかじゃないか、ここ。お化けしかいねえじゃないか、ほんとによ。ここもなんかあったよね。あ、なんもねえ。あれなんかある。ある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 。真珠が20個とか、結構取っといた方がいいのはわかるんだけどさぁ、お化けばっかりで動きづらいんだよ。終わって終わって終われって終わったよ。あい、一個で。ちくしょう、一個しか取れなかった。で、3の6。あれ？この形って、もしかして、入っても呪われたりしないかな？どういうこと？この形？呪われる？どういうことだ？あ、これあれじゃね？壁ジャンプで登っちゃった方が早いやつじゃね？ビヨーンと。壁ジャンプで登りきっちゃった方が早いね。この20個は取りたいけど、これは取っときたいね。危ね危ね危ね。で、ビヨーンと。よし、タピで進んだ方が良さそう。そんなことはなさそう。ん？この形？何の形だ？全然なんかそれらしい形とやらはないけどな。ん？全然形らしい形は。なんかある？え、なんかある？なー、ん？なんも、と、まだなのかな？なんか似顔絵みたいになってるのかな？呪われる形ってどういうこと？ででででで。あぶねぶね。あれ？呪われたりしないかな？なんかさ、ピエロの形とかになってるとかなのかな？あの、ボスのやつ？全然それらしい形に合わないけど。これは、これ登れるよね。また着地が危ねえ。あ、やべえ、間違えた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 。うん、オッケーオッケーオッケー。ビョーンと。ビョーン。入って、あ、なんかそれっぽい感じになってない？気のせい？三角形。三角形で入っても呪われない形？あれ？なんだろう、このピラミッド状のやつ。なんだこのピラミッド。これ？これかな？ピラミッドのことかな？じゃあ何がある？あ、真珠か。あ、取れなかった。これは確かに、え？何これ、山？山状になってる。おー、何ここ？あ、三日月だ。三日月状になってる。三日月状になっている部分と山みたいになっているところで、なにこれ、なにこれ。歯車？太陽？なんだろう、この、流星アタック専用のブロック。かっこいい。このブロックかっこいいな。おいで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 。あれか。これにうまく乗って、ここから、流星アタック回で、オッケー。
あ、エビルクリスタ発見ですね。危ないよ、これ取り行くの危なすぎる。よし、あい、俺毎回星ミスってんだけど。エビルクリスタ手に入れた。で、36クリア。ピラミッドのこと言ってるのかな、この形って、もしかしてって。で、37、邪魔なビッグファグを鉄球で大掃除。あいつ前歯折られまくるってことか。あいつの前歯へし折ったるで。あ、これ正規ルートむしったな、だいぶむしったな。だいぶ正規ルートむしったな、これ。まあいいや、敵を配置したのが俺。でだよ、この鉄球をゴロゴロ転がしていけばいいのかな。鉄球っていうか絶対ボーリングの球だよね。この上の方は何かある？おー、真珠。すげえよ。この、ここの6個と下の4個でもう50個だからね、真珠。なんか、インフレすごくない？真珠の、なんか、獲得量というか、インフレが半端ないよ。クリア後から一気に真珠落ちまくってるんだけど。で、こっち側か。坂道登らせるのもきついよ。はい、大掃除。で、これはこっちからかな。さっき見たやつだね。これ上からでも全然いけるよね。で、ゴロゴロ転がして、あ、逆か。上から行ったらこっちから行かなきゃいけない。で、はい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 。転がして、またガーン。で、ここまでかな。このデッキはここまでか。で、あとこれを最後に転がしていけばいいんじゃない。ヤッホー鉱山の岩落としを思い出すわ。あの、岩転がしていく、あれを思い出すわ、これ。まあ、でも、岩ほどね、自由に動かす必要はないんだけどさ。よいしょ、オッケー、大掃除完了。で、あ、また着ぐるみかよ。今回はちょっと羊にしよう。やっぱ羊とかね、この、なんだろう、このさ、メインテーマがいいよね。ヤンキーも捨てがたいけど。やっぱり着ぐるみといったらこれな気がするよ。よしよしよし。音傘範囲すげえ広いな。この30個は取っとこう。で、こっちかな。うん。いいよ。これジャンプ、あーい、ジャンプー、ダッシュジャンプができなかったよー。ダッシュジャンプができなかったよー。いや、サボるなってことですよね。はい。よいしょ。着ぐるみは、やべ、やべ、やべ、サボっちゃダメ、サボっちゃダメ。ちゃんとやろう。ちゃんとね、ちゃんと敵をね、横着させるとか、しっかりやらないと、横着すると失敗しやすい。でだよ。う？あ、ピョーン系か。もうゴールじゃん。早い、痛い。もう一回出てきて。痛い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 。タイミング合わねえな、おい。あ、これでいいんじゃん。あー、また遅かった。なんか俺失敗しまくってない？よし、デビルクリスタ完了でーす。で、38。あっちに行ったり、こっちに行ったり、ちょっと考えないと、ここのビッグファグは倒せないかも。そんな難しいのかな？そんなにあっちこっち行かせるのかな。ただまだビッグファグはいない感じか。ちょっとごめん、マイクがずれてる。で、おお、突き刺しまくってる。あー、マジかー。あれでもこれ届くよね、普通に。ここでここから届く。はい、あ、もういいや、行っちゃおう行っちゃおう行っちゃおう。
ここでいいんだよね。合ってるよね、合ってるよね。で、貝殻にし、貝殻を信じればなんとかなるよ。貝殻信じていけば。おのずと正解は切り開けるはず。多分これ、左下だな。この下じゃね？ほら、あった。え、これどうすりゃいいの？これ別になんもないか。逆になんもないか。あー、ホッピングだよー。ホッピングだよー。地球ほどね、やばい、これ足りる？足りる？オッケーオッケーオッケー、燃料が。燃料不足になるとかないから、いいけどね。あいつやだ、あいつやだ。あいつやだ、あいつやだ。あの青いのやだ。あの青いの嫌い。これどうすれば。あれ、オッケー。これちょっと地味に難しいよ、これ。あの青いのやだ。同じようなステージ。今度ホッピングなしで進むのかい。あぶない。痛い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 。やっちゃった。痛くない？ちょっと痛くない？あ、フォーク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 。オッケー。これは壁ジャンプかな。はいはいはい。あー、なんか上にあった気がする。なんか上に真珠あった気がする。あー、で、ここが迷路か。完全に迷路だな。これは確かに大変だ。まあ、ただでも壊せるところから順番にやっていけばいいんじゃない？こういうのはどうせね、看板とかでやり直しがないから。看板とかでやり直しますかみたいな、初期配置に戻しますかみたいのがないっていうことは、この真珠は欲しいけど、適当にね、まず壊せるブロックを壊していけばなんとかなる。うわあ、食われた。順番ミスった。でーで、どうすればいいんだ本当に。とりあえず、あ、全部配置戻ってるわ、畜生。まあでもこれについていくでしょ、まず。まずこれについてって、落とさせる。あ、失敗した。そういうことか。先に降りるべきだったのか。これは確かに失敗したかもしれないな。先に落とさせる、落とすべきだったな。いるよね。そこに弾を持っていく必要があると。まあ、まずこれとこれはあるじゃん。確かにこれあっちこっち行かないとダメだな。あそこにもいるもんね。これやっちまったか。いや、大丈夫でしょ、まだ。これ転がして、あともう一個、こっちのこれを。これ引っ張って、これ落とさせて、あれ、さっき転がしたやつどこ行ったっけ。ここ落としたやつどこ行った。あ、いた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 。これを落とさせて、あ、いや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 、ちょい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 。ほいほいほい。で、ガーン。やっと真珠9個だ。9個、45個だよ、これだけで。45個。もうなんか、真珠取り放題。で、ここも転がしの、こっちに行く必要ないか。これは回っ、いや、回らなくてもいけるね。この辺でこうやってりゃいいや。で、転がして、どうなってるこれ。よしよしよし。で、これ転がして、ガツン。で、ここぶっ壊して、これ先いるのかな？あ、いるわ。あ、じゃあここから戻ればいい。痛い！残りがみたいな当たったわ。なんかこのフグみたいなやだな。
で、ここ開ければ終わりでしょう。これ先に割っとけばもっと早かったかな。はい、ゴールと。はい、うぅぅ星じゃない。よし、これでワールド3も全部クリアですね。じゃあ次回、ジャングルとカジュアリ氷山ですね。まあ、カジュアリ氷山、ジャングルという順番でやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回のパートでお会いしましょう。バイバイ。